ぱお風呂って生き返るな。この合宿所、風呂がでかくて最高だよな。1年の汚れがどんどん落ちてく感じするね。いや、それは年末にやっておけよ。もう春だぞ。でもほら、大きなお風呂入る機会ってあんまりないし。まあそうかもな。銭湯とか温泉とかほとんど行ったことないんだろ。ないない。小学校の修学旅行くらい。じゃあ毎日でかい風呂に入れてよかったな。明日で終わりだと思うとちょっと寂しくなってきたよ。なんだそりゃ。そういえばさ、キウイは夜とお風呂入ったことあるの？おう、あ、つっても小学生の時だけど、うちに来た時なんかも一緒に風呂入ったな。へえ、なんか幼馴染って家族旅行とか一緒に行ってそうなイメージだったよ。昔の真昼はどこ行っても絵描いてたしな。二人で時間気にせずにいつまでも描いててよく怒られた。なんかそういうとこ今の夜と変わらないよね。最近は特にかもな。あー、でもその時はキウイも一緒に描いてたんだよね。昔の話だけどな。今も動画用に素材描いたりはするけど、あの頃は真昼がうちに通ってたからな。え？キウイの家に遊びに来てたってこと？真昼から聞いてなかったのか。うち絵画教室なんだよ。初耳。そっか、なるほど。何に納得した？いや、なんとなく。お前な。でも知らない夜のこと聞いてるとなんか嬉しくなっちゃうな。悪いな、興味ないやつが隣で。そんなことないよ、キウイのことも大好きだからね。冗談だよ、風呂場ででかい声出すなよな。ごめん。それじゃあ明日はなんかお前の話聞かせろよ。え？私？私ばっかり話してたら不公平だろ。でもさ、キウイ自分のことあんまり話してなくない？カノが聞きたそうなことは話したぞ。もう一声。それなりの話を聞かせてくれるなら考えてやらなくもない。よし、ならとっておきのをご用意しましょう。言ったな。私を満足させるハードルは高いぞ。私も結構高いつもりだよ。参道時代の話とかいろいろあるし。なんだよその変な笑いは。じゃあクラゲの壁画誕生秘話だったら何を聞かせてくれるんだ？何それ聞きたい。何でも聞いて、何でも話すから。いや、ちょろすぎるだろう。